はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は黒金商業で投手を育成していきたいと思います。で、こいつなんですけど、まあ初期能力を見る限りなんとなくお察しがつくとは思うんですけれども、そうですね、センス×です。で、ただセンス×ではあるんですけれども、黒金商業に至っては、まあアイテムでね、センス×が除去できるアイテムが売り出される可能性があるので、まあちょっとワンチャンかけて、やっていこうかなと思います。で、イベントデッキの方確認していきましょう。じゃあまずちょっと金徳関係ですかね。まあアフロ怒りはオリジナルストレートなんですけれども、まあオリジナルストレートは切ります。で、振動が、超尻上がりで、骸骨は自分で持ってるんで尻上がりですね。まあ骸骨掴んで超尻上がりを取っていくと。で、カオルちゃんは復活で、骸骨はないので、まあ直取りをしていきましょうと。で、クオンは強心臓で、強心臓の、骸骨は、アフロイカリで、タイピンを取っていくと。で、暗黒スバルで、暗黒スバルは金徳と、折り辺選べるような感じになってるんですけれども、今回はダークネビラを狙っていきます。で、ゆかり様ですね。で、ゆかり様は、なんだっけ、根性の上位骨名前が出てこない、名前が出てこない、ど根性かど根性の、骸骨を、カオルちゃんで掴んでいくというような形になってます。で、あとは、振動はレベル35で、固有ボーナスは、ちょっと解放できてないです。で、振動とアフロ怒りで、コンボがあるので、まあ、ちょっとこの組み合わせでやっていこうかなと。じゃあ早速やっていきましょう。まずは、普通に変化球でいいかな。どうしてもね、やっぱ変化球キャラなんですよね。で、よくよく思ったんですけど、変化球キャラって限定キャラばっかりっすよね。まあ、思いつく感じでいくと、まあ、神高も限定キャラだし、サクスペは立川も限定キャラだし、で、まあ、持ってる暗黒スバルも限定キャラだし、振動のコツか。これどうしようかな。振動のコツでいいか。今のうちに守備練もやっておきましょう。で、あと、まあ、メジャーキャラの阿久津も限定キャラ。で、丹波さんもダイヤのエースの限定キャラというところになるので、まあ、ここら辺のね、限定キャラをどれだけ持ってるのかっていうところが、まあ、変化球キャラのポイントになるような感じですね。まあ、自分は運よく暗黒スバルを持ってるんで、まだなんとかなりますね。もう全然きついですけど、これでも。8月の3週、できればなあんまり休みたくないんですよね、黒金は。12% もなちょっと怖いからな。監督がいるんで、ちょっと金もらいましょう。まあ、もらえるかどうかわかんないけど。監督と練習すると、金をもらえなかったか。10円か30円もらえる時があるんで、まあ、ちょっとそれにかけてみましたけど。あと、そうか。ゆかり様がいるんですけど、今回ね、お守りは持ってきてないです。ゆかり様は、最初の金儲けの時にめちゃくちゃ評価が上がるんで、基本的にね、お守りなくて大丈夫だと思うんですよね。で、その代わり、まあ、万能パワードリンクを持ち込んでますと。で、ゆかり様プラスクオン君がいるんで、これは変化球をやっておきましょう。あと、金儲けの時にね、ゆかり様を選ぶと、そこでも評価は上がっていくんで。ただ、どうですかね、ゆかり様ってそんなに成功確率高くはないですよね。やっぱり岩井くんとマネちゃん、この2人が安定してる気がするんですよね。じゃあ金儲けやっていきましょう。あとゆかり様を入れると、通常は選択肢3つなんですけれども、これが4つになりますと。で、ここでお守りなしで評価が15上がるんで、これめちゃくちゃでかいですよね。で、ここで何があるかというと、まあ、この中でいくと、マネちゃんですかね。もう基本的にはね、もう名前で選んでます。お、ラッキー。そう、大成功になるとね、アイテムもらえるのもでかいっすよね。お、早いな。あ、そう。あと、前に後読んですね。ここはちょっとポイントを取っていきましょう。
どうしてもね、スバルのね、前イベントがね、重いんで、まあ、完走はやっぱりしたいんで、ダークネビラ。で、ダークネビラのイベントが完走する前にこれっすね。ハイセンス、来たね、来たね、いいね、センス×が治る。変化球を上げていかないといけないんで、これはもう早速使っちゃっていいよね。別に大丈夫だよね。センス×ではなくなった。やったー。パワージュースデラックス、新竜石は買っておこう。あとはまあこれ10円なんで買うでしょ。パワージュースデラックス、これ買っていいかな。とりあえず買っておこうか。こんなもんか。多少お金もね残しとかないといけないんで。守備点多いな。怒り守る、リリースは潰しておきましょう。リリースコツですね。あ、尻上がりももう取っちゃっていいな。イベントでないよね、尻上がり。手に入れる機会は。で、リリースは、技術31の変化球31しか使わないんで、これはもう、コツを掴む前に、取っちゃいましょう。まあ、アフロ怒りのね、イベントで、リリースコツも取れたりするんですけれども、まあ、基本的には調子安定を狙っていくんで、直取りしちゃっていいと思います。重い球、いいね。お、そうそうそう、金くれるんすよね。生徒に金あげていいのかっていう感じしますけどね。まあ、軽マネーだからね。実際のお金じゃないんで。で、こういうね、体力を削ってくるのがちょっと厳しいよな。で、怒り守るはさすがに、骨入れ発生率が高いんで、ここはどうしよう。使っちゃう？早速ジュースあるし。もう使えるときに使っていこう、こういうのは。めちゃくちゃ上がるな、これ。しかも守備連だからね。で、持ち込みアイテムもあるんで、いざとなったらそっちでも回復できるんで、あ、危ねえ危ねえ危ねえ、ちょっと重い球取るの忘れてた。逃げ球か。逃げ球はね、アフロ怒りのオリジナルストレートを切るんで、その時に手に入れることができるので、ちょっと置いておきましょう。で、クオン君がタック組めますね。あとね、黒金は確か12月あたりに練習レベルが下がるんで、あんまりね上げておくと結局無駄になっちゃうっていう。で、これはまあ体力回復するっていうのもありっちゃありだけど、まあダメだでいきましょう。あ、ゆかり様の評価全然気にしてなかったな。そういえばここちょっとゆかり様が来たらゆかり様でいくか。バイトしましょう。じゃあ、よしよしよし、いいね。評価10上がる。これめちゃくちゃでかいよな、本当に。恋愛のお守り持ってかなくて全然いいと思うんで。で、最悪ここら辺でなんか評価が上がるやつが出てくるんで、それでも評価上げできますからね。だから黒金に至っては、まあ、マネちゃんゆかり様を連れていく場合は特にお守りを持っていく必要はないと思うんですよね。スカウト評価も上げておきましょう。あとは勝ち運か、いらないな。あ、キレとジャイロボールは欲しいな。金足んねえけど、ま、置いておくほどのものでもないかな。ただ練習見て、メンタルに特にいいのはないな。ゆかり様はもう星3になってるね。2週か、寝ちゃっていいかな。じゃあやる気がちょっと減ってるのか。遊ぶでもいいかな、そうすると。よしよしよし。で、カオルちゃんのコツか変化球か。あー、なかなかいいね。スバルが評価足りてないけど、え、これどうする？守ると振動はでももう評価いってんのか。コツは掴めるときに掴んでおくか。評価足りてないし、カオルちゃんの。で、かおりちゃん勝ち運だっけ。投手はちょっとあんまりやんないんで見ないと。あ、そうですね、勝ち運は直取りしておきましょう。勝ち運も16、16、16なんで。で、コツを掴みに行くと。よし、緩急で、これは構わないにして体力を上げて調子安定と。
で、ここでまた練習ができるね。これは守備はカオルちゃんか。カオルちゃんもいいけどな。タックプラスコツはやっぱり美味しいんで、こっちにしましょう。クオン君が来るか、マモルが来るか。マジでわからん、このケースは。で、重い球取れないよね、これ。取れないよね。足りぬ。逃げ玉か。どうしようかな。まあ、来たら来たで。しょうがない。そもそも怒り守りが来るかどうかわからんし。震度、お、パワースナックなんだ。そしてクオン君だった。クオン君はね、ほんと経験点が多いよな。まあ、カオルちゃんも多いんだけど。で、金儲けしましょう。今いくら持ってるので、228円か。で、基本的にはもう岩井くんが来たら岩井くんですね。まあもちろん失敗するときはね、失敗するんですけど。うん、まあ OKOK。で、これは振動の通常のイベントの方ですね。まあ1回で終わるんで、体力は減りますけど、体力の最大値が上がるんで、まあ悪くはないですね、これも。で、可愛いぬいぐるみ10円だから買っとこうか。まあ、これでね、評価が上がるんで。で、これも買っとこう。あとは折れ線グラフって何これ。変化球中心になる。あ、いいかもね。折れ線グラフ製造機でなんで変化球中。あ、これあんじゃん。会員券。会員券はもう買っといていいでしょ、まだ。全然11月なんで。で、やっぱ100円は残しとかないといけないんで、とりあえず今月はこんなもんかな。ゆかり様は大丈夫なはずだから、かおるちゃんの評価を上げていきましょう。振動か。ゆかり様、ゆかり様に犬と呼んでもらいたい。あ、これどうしよっかな。結構ね、失敗するんすよね。で、体力減ってるから、飲食店でいいかな。どうこれ。ああ、いいねいいねいいね。で、あとは評価上げといってもあんまりいいのがないな。え、スバルってまだダメなのか。ただここでメンタルやるのもな。監督からちょっとでも金をもらっておくか。監督に金をせびろ。金くれ。くんない。あ、来た来た、ゆかり様。下僕にぴったりですの。これ何なの。はいとイエスはさ、なんとなくわかるけど、おういって何。どういうことなのこれ。まあ、とりあえず普通にはいにしておきましょう。犬、犬、犬でお願いします。まあ、俺はね、ちょっとそういう趣味はないけどね、普通に。で、これでね、クイックコツがつかめるんで、まあ、守備練を何回かね、やんないといけないんですよね。で、クイック1だとね、やっぱり結構敏捷必要なんですよね。11月の、あれ ?11 月って何言ってたっけ。あ、折れ線グラフね、買っときたい気もするんだけどな。どうする、変化球中心。買っとこっか。うん、これも使っちゃっていいでしょ。別に取っておく必要はないんで。で、変化球。あー、スバルが足りてないけどしょうがない。ダブルタック。来てればな。うわー、これね、でも結局ね、レベル下がるんだよね。で、これはね、真ん中にするとやる気が下がるけど、確か結構経験点もらえるんすよね。まあ、アロマグッズとか出ればすぐ。やる気上げられるんで、アロマグッズが出ればの話ですけども。あー、変化球レベル下がった。これ何気に結構きついな、レベル下げられるので。別にもうゆかり様は俺下僕なんで評価上げる必要はないんで、ここはまあ無難に岩井くんと
授業をやりましょう。うわあ、失敗しやがった。まあこういう時もあるってことっすよ。ここら辺がねやっぱり黒金のポイントですよね。幻の1級が来たんで、折り辺の1回目ですね。12月の購買部を見てみましょう。金が179円か。可愛いネックレスとかもうさすがにいらないんで、精神は買っとこう。あー、100円がな、無駄になってなければな、ときめきラブレターを買ってもよかったんですけど、今ちょっと金が少ないんで、これは取っておいていいかね。で、あと、そういえばパワースナックをもらったんで、ちょっとパワースナック使うか。20も上がるんだ。で、精神変化球 DVD、精神がね、余らないんですよね。で、筋力強化極意をくれるのも、筋力も不足するんで、まあ嬉しいは嬉しいですね。クモン1人だったら、まあ、カオルちゃんのコツを狙いに行きましょう。なので、あれ？どこだっけ？緩急は潰しますと。重い球も潰せるときに潰しておいて、逃げ球はまだイベント来てないよね。これで根性骨が来てくれればいいんだけど。よし、オッケー。さて、3周か。練習はできなそうだな、体力的に。まあ、ここはゆかり様で行きましょう。もう俺はゆかり様の、犬だからね。23% か。これはきついな。かといってね、寝るのもあれだしね、どうしよっかな。特に病気にはなってないけど、パワードリンク使っちゃう？これね、ちょいちょいね、使い忘れるんですよ、そもそも。そもそも使わないで終わるっていう。どうしてもね、普段持ってかないんで。根性、根性。根性65か。これちなみにさ、5にすると、どれくらいになるんだろう。ちょっと見てみよう。精神がね、カオルちゃん入れてるとはいえ、意外に足りなくなるんですよね。で、これはビデオチェックですね。ビデオチェックで継続しますと。お、いいね、いいね。こういうところでね、体力下がってくれると、ありがたい。あ、そうか、でもゆかり様って、クリスマス、そこまで回復しないんだよね。30とかだっけ？ぶん殴られるか、らかどうか知らないけど。30しか上がらないか。まあ、経験点キャラですからね、ゆかり様は。これは、ここだな。で、スバルってなんかあったっけ？潰さないといけないの。もうほんと忘れるな。スバル。は、特に、逃げ玉か。これちょっと、コントロールコツが欲しいからな。もう逃げ玉、潰しちゃうか。逃げ玉は取っちゃいましょう。コントロールコツはね、ほんと欲しいんで。あ、サノーストレッチマシンか。サノーストレッチマシンはな、確か投球位置が左になるとか、そんな感じですよね。基本的にね、売っちゃっていいと思うんですよね。これはね、野菜の株にするとクイックコツが手に入る可能性があるんですけど、可能性があるんですけど確実じゃないんで、まあでも野菜の株にしておきましょうか。うん、手に入んなかったね。で、あとは大吉を見せつけましょう、ゆかり様に。野球が上手くなりたい。小切手ってさ、こういうとこに入れていいの？おお、どうだ、見たか、ゆかり様、これが俺の実力だ。犬の意地というやつだな。体力的にはなかなかいい感じで進めてると思うんだけどね。これどうしようかな。無難にバイトにしとくか。今262円しかないしね。ゆかり様と全然デートしてねえな。で、ここは
経験点が変わるだけなんですけど、ちょっとどれがどれだか忘れちゃったな。まあ、幽霊なんて怖くないでいいや。音とか鳴ってるんだあ、筋力が入るのか。まあそれは助かるかな。お、来たね、2回目。もうぶっ飛ばしちゃえばいいのにボゴーって。さてさてさて、ちょっと変化球を上げに行きますか。できればね、4球種目を取りたいんですけどね、4球種目を取る余裕はないかな。スライダーとで、ダークネビュラ取ると結構そのスラーブっぽい動きをするんで、どうしよっか。シンカー系を取りますか。あ、そうそう、左投手なんでスクリューで、シュート、3球種、2球種で止めておいた方がいいかな。まあいっか、ここはちょっと、スライダー、もう一個はさすがに取れないよな。まあ、あとはいつ起こるか。あ、パワージュース買っとこう。タフドリンク G ちょっと高いよね。変化球入門は取っておこう。ときめきラブレターか。一個買っとくってかさ、ラブレター買うってさ、どういうことおかしくねえか変化球覚えられる、ちなみに。ああ、覚えられるね。シュートがいけるか。上げられるだけ上げておこう。ちょっとでも可能性を高めるために。あとはな、ダブルタックが来たらラブレターを読みますか。ラブレターを買っておいてそのまま温めておくと。ああ、かおりちゃんメンタル来てるからな。マジでデートする機会がないな。せっかく犬になったのに。でもまあまだまだ大丈夫っすね。ああ、早かったな、クオンくんのイベント。女性が苦手って。あ、タイピンが来てないのか。タイピンがてか、怒り守るのコツが最初の方は良かったけど、最近コツが来てないっすね。少しか。あ、しょうがない。そう、これってさ、絶対怒るの60円消耗するけど、これもいいよね。不眠症とかになるとね、結構辛いんで。でここでまたバレンタインが来るから体力全開になるでしょ、金儲けとプラスして。これはどうしようかな。ちょっと微妙だな、これね。やめるとね、ゆかり様の評価が下がるんだよねこれはちょっと見よう。宝塚かな。そうするとやっぱりちょっとあんまりリスクはね、背負いたくないんです、俺の性格的に。よし、 OKOKOK、 いいでしょう。そうそうそう、今ねちょうどバレンタインの時期なんですけど、まあバレンタインどうでしたかっていうところですよね。なんだっけ、野球のボールが伸びだっけ。ね、伸びは5で取りたいけど、4で取ってもいいかな。1回伸びコツが来れば4で潰せるんで、野球のボールでいきますか。まあ俺なんてね、こう仕事の内容でバレンタインをもらうっていう、それしかないですからね。仕事がね、別に俺できるとかそういうことじゃなくて、あのちゃんとね、パートのおばさんとかに丁寧に仕事を教えてあげるとチョコをもらえますよ俺それでチョコ稼いでるんで、いつもありがとうねって言って。だから全部ギリなんですけどね。ここはまあもちろん守るくんでいきましょう。なんかあったっけ。伸びはさすがにな、無理だからな。根性もういいか、潰しちゃおう。一応購買部を見ようか。これ取って、これ取って、新竜石あるから、あれ新竜石って片桂いつも忘れる。で、
購買部の会員権はこれ重複するんだよね。あ、そうそうそう、スポーツジムチケット、これすごいんですよね。チームメイトの能力が上がるって、重複して買うとめっちゃ上がるんですよね、本当に。会員権どうする？そんなに余裕があるわけじゃないからいいか。じゃあ守君と練習しましょう。よし、タイピン。タイピンもね、ただね、やっぱ5で掴みたいっすよね。で、ここは体力が回復できるんで、まだまだ練習できますね。いやー、全くデートが進まん。で、これを見守って復活のコツがいくつだ。おお、いいねー。骸骨がないやつはね、ほんと3で取らないときついんで。よし、変化球練習が上がって、あー、ここはまあやめておきましょう。まあ逃げ球はね、もう取っちゃったんでしょうがないですけど。さあ、これで振動と怒りのコンボですね。これはまあアフロ怒りでも普通の怒りでもどっちでも起きるんで。オッケー。あー、練習が微妙だな。練習は微妙ですね。もうこれは一回デートしちゃってもいいかな。それなりにお金は多くなってきたけど、金徳とかはね高いんで、ここはデートしておきますか。ちょっとデートが詰まっても嫌なんで。すごいよね、遊園地の貸し切りって。で、ライジングキャノンはもうそのまま経験点がもらえるので。おー、どうだい、ダークネビラは。まあこれはね、基本的にガラスのハートになりますからね。いくぜ。おお、ふんふんふん、ダークネビラゲット。いやー、いいね。なかなかイベント的には悪くないな。進みも悪くないっすね。金がちょっと微妙だな。銭形とバイトってどれだけ減るんだっけ。体力消費激しいか。監督と投資とかでもな、50円無駄にするだけだからな。50円無駄にしてもいいか。50円くらいだったら。あー、でもまあデートをちょっと視野に入れてこっちするか。どんだけ減るんだろう、体力激しいって。30も減るんだ。よし、これで超尻上がりですね。おお、こう見ると結構減ってるな。ただいい練習が来てないんで、ここはまたデートしちゃいますか。アルマオイルはちょっと買ってきましょう。あとはこれを買っておいて、棒グラフ接続機って何。あ、速球中心か。あ、そういうことね。で、特にめぼしいものはないかな。30円系のものはちょっと買っておいてもいいかもしんないけど、買っとこうか。少しでもポイントを稼いでおきますか。ここら辺がね、難しいよね。結局お金貯めておいて高いものが出てこなかったらお金余っちゃうん でかといってね、お金使いすぎて高いものは700円とかしますからね。で、3周と4周は練習しますか。で、体力は結構いっぱいなんで、ここは対抗しましょう。まあ、体力が減ってれば体力回復っていうのがセオリーだとは思うんですけど。なんだ、要所か、高くなってるね。根性はもう取ったからね。精神ちょっと高いけど、まあ、11円なんでいいでしょう、買っちゃいましょう。で、あとここで左脳ストレッチマシーン、これ打っちゃいましょう。もうどうしようかな。
54円でも普通でいっか。どう？ OK OK OK。 もうちょっとな、高値で売りたかったけど、まあいいか。これは振動のコツか、変化球のポイントを稼いでいくか。振動って何があったんだっけ。あと、あ、逃げ球と尻上がりだけか。ただな、変化球がな、どうしても足りなくなるからな、ちょっと悩みどころだね。2。で、スクリューも2。どうなのこれ。スタミナかー。てか、筋力がめちゃくちゃ余ってんな。そう、センス丸にね、なる可能性もあるんで。超尻上がりを持ってるってことは、やっぱり先発にしたいんですよね。これはちょっとな、悩むっちゃ悩むな。変化球でいくか。あとちょっと余ってるアイテムも見ておかないと。わー、やる気が下がった。で、ちょっとやる気が下がっちゃったんで、アロマオイルを使いましょうと。ちょっと待ってね、筋力いっぱいあんな。で、精神を使って、コントロール練習図鑑か、これも使っちゃおう。ときめきラブレターがあるけど、スタミナか。これはスタミナだな。ちょっとスタミナを上げておくか。 D くらいに上げておく。 C にしとくか。で、あとはちょっとスタミナで上げつつ。1か。あとはな、コントロールのコツかな、欲しいんだよな。あれ、やばい、もう4月か。デート間に合うか。まあまあ、間に合うっちゃ間に合うんだけど、あ、金結構あるな。金結構あるけど、ガマちゃんの方で行くか。マネちゃんって言ったり、ガマちゃんって言ったり。めっちゃブレブレだな。で、これはまあ別に普通に走って OK でしょ。まあ、変化球ポイントもらえるんで。あれ、初めてだな、これ。あれ、失敗したの。失敗とかあるんだ。練習次第だけど、ちょっと、マジか。マジか、これはやるべきでしょう。待って。体力回復したい。パワージュース使って。わ、やる気が。ときめきラブレター使ってもね、やる気は上がんないんですよ。やる気は上がんないんですけど、職人枕あるね。職人枕。今、職人枕買ってもな、どうなんだろうな。最初の方に来てくれたら結構嬉しいんだけど、コントロールボルテックス。1しか上がんないのか。まあ、とりあえずラブパにしておきましょう。ラブパにしておいて、87か。まあ、結構いい感じだな。全体で112。で、タイピンが5。おい、マジかよ、お前。サボり癖がつきやがった。サボり癖を外したいけど、サボり癖を外したい。タイミングはいいな。金は消費したけど、タイミングはいいな。で、これね、またね、やる気がね、下がるんだよね。てか、デートが終わらん、デートが。まあ、せっかくのラブパ状態だからね、練習しておくでしょ、やっぱり。で、ラブパ状態ではあるんですけど、やる気はね、ちゃんと反映されてます。絶好調だったら絶好調の時の経験点と、で、好調だったら好調の時の経験点、ラブパワーだから絶対絶好調の経験点が入るっていうわけではないですね。コツくるね、これ。ちょっとデートの方が詰まってきたな。もう次第5週じゃなくて5ヶ月目でしょ。5ヶ月目っていうか、
5月でしょ。これダークネビル上げていきたいから、コントロールのコツもな、欲しいからな、やっぱり。デート何回やったっけ、コントロールコツくんない。これってさ、自分で行って失敗するとやる気下がるっけ。スバルに行かせよう、ここは。金儲け。あ、そうか、スタメンの入札もあったね、そういえば。たまに忘れるんすよね、忘れてめっちゃ金使ってやべえ、スタメン入札の金がねえってうわー、やる気が。練習は特にないんで、ここはデートをしておきましょう。で、これも使うでしょ。スポーツジムチケット、これ使うでしょ。コツコツくんって何、あ、ミートか、いらないな。741、まあスタメンのあれがあるけどな。まあとりあえずデートに行きましょう。これ次3回目か、ブチ切れる3回目。まあそりゃさ、ユニフォームで来てりゃさ、みすぼらしいって思われるよそりゃそうだよ、ぶち切れよ、ざっけんなてめえまあ確かにね、やりたくないね仕事とかね、そういうのはね、なるべくやんない方がいいですよ、ストレスになるから。で、これはもう100で、これでね、勝負がね、消してくれればね、いいんすけど、もう100でいきましょう。おお、体力満タンだったね。そしてまた体力満タンだね。で、6月に1回デートして、7月に1回デートすれば間に合うか。まあ余裕は余裕だな。あ、あとこういう時にもうデートしちゃうか。特にいい練習がないんで。デートできる時にデートしちゃいましょう。もう体力とかはマックスだけど、バッティングセンターでのデートは体力は減るんだ。やっぱね、こういうところのイベントは把握しておかないと体力調整がね、できないんで、やる気が上がって OK と。このね、みんなの人気者がね、長いんすよね、本当に。タックが来ないな、タックが。どうしようかな。一応購買部除いて500円。6月に何が来るかだよな。精神も買っちゃおう。ちょっと高いけど、パワージュースどうする、買っとく。もうこれで700円クラスが来るとな、結構きついんだよな、買えないから。少しでもお金を稼いでおきたいけど、変化球でもやっとくか。ああ、これもね、なんか、いい時はいいんだよね、参加して。校長室。購買部にしとく？これの選択肢がよくわからん。やる気が下がった、体力も下がったし。さてさてさて、これはもう岩井くんと授業をやりましょう。任せたぞ岩井おい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 。あとは何が来るか、ちょっと全部見ましょう一回。脱三振かな、脱三振欲しいね。古びた壺はもう即売ると。で、脱三振は買っときましょう。対強打者か、変化球がすんげえいっぱいあんな。変化球買っとく変化球指南書と晴天も多分買えるよね。で、さらに極意書も買って、
まこんなもんか。でデートに行きましょう。あとはここで3をつかめるかどうか。気合い入れろよ、ほら頑張れ。失敗しやがった。まあ失敗っていうか別に金徳は取れるんですけどコツ1ですね。これもよくわかんないんだよね。反応しとく。あ、これなんかゆかり様がね来てくれるときが、ああそうそう来るんだよね。あ、古びた壺だ、やった売ろう。古びた壺は即売ろう。で あれ売った224万円。で変化球を買おう。よし、これ変化球結構溜まってない。そうすると298か。どうしようかな。スライダーを3にしとく。筋力かなり余ってんな。大丈夫か、これ筋力余りになるんじゃないか。でこれでまた怒りが来てるからね。ちょっと急速に回そう。145くらいは欲しいな今の段階で。でもうセンス丸はつけらんないんで、強心臓がねやっぱり高いんだよね。伸びがちょっとまだコツ1か。精神がちょっと足りないけど、超尻上がりはもうこれで取るしかないでしょ。でど根性も取るでしょ。で復活も取るでしょ。やっぱ精神だな、足りなくなるのが。スタミナ練習して3、いいね。で筋力もらってなんか筋力余りになる可能性が出てきたな。あれ俺今いくら持ってんの。55円。エコノミーガチャ引いとこう。パワージュース、うん、いいんじゃない。全然。コツは、あ、精神足んないからね。で、かつスタミナか。スタミナは上げておきたい。コントロールコツが来てないのが、ちょっと、あれだけど。あと、メンタルも来てないね、そういえば全然。どうしよっか、ここは。もう使っていかないといけないからね。てか、マジでこれ筋力余り大丈夫か？40の60。精神変化球 DVD はな、さすがにちょっと使えないよな。どうしようかな、ここは。ダブルタックだったらね、パワージュース使ってもよかったんだけど、メンタルを一回挟んでおくか。で、まあ、試合にはねやっぱりちょっと負けちゃうとあれなので、打ってきましょう自分で。ちゃっかりチャンスでいきますと。で一応ざっとチームメイトの能力を見ていきましょう。もう銭形くんとかねSS とか、イカリとか165キロ、 SS カーブ7、フォーク5、スライダー5とかマジこいつら異常だからめちゃ強いな。なんで俺を先発にするんだ、マジで俺を先発にする理由がないよね、これ見ると監督アホなんじゃねえか、本当に。まあ金が全てだからね、そういやここ金が全てだからいいんだけどそれでもなっていう感じで、めっちゃ強くなるんで。スポーツジムチケットはね本当面白いっすよね。あ、一気になってるし。おいおいおい、ちょっと待って、ちょっと待って、マジかよ。宝塚 SSS の力を見せてやる。あ、でも、やる気は絶不調だな。どうだ、マジかよ、なんでこんな点入れられてんだよ。みんな強えな、本当に。アフロイカに変わってるし。
いやーちょっと危なかったな。初戦で負けるのはマジ勘弁だからね。これどうする。あーカオルちゃんか。変化球やっぱりな、もうちょっと上げたいよね。スカウトさんもいるけど、これはカオルちゃんでいきましょう。カオルちゃんの精神があんまり来てないね。でコツ、振動か。メンタルを踏むのもな、どうなんだろうな。やる気もちょっと気になるけどな。パワージュースはここで使ってもな、多分 26% はゼロにならないからな。メンタルをやっておくか。とりあえず強化された。チャンスで全員操作上げていきましょう。スタミナはまだいいか。スタミナ練習をする可能性があるんで上げられる。スクリューシュート、スクリューの方が高いのか。スクリュー上げとこう。巨心臓マジ高いわ。タイピングはとりあえずここで掴んでおくだけ掴んでおこう。あークイックが全然足りないね。やっぱり1だとクイック取れないかな。奪三振もな、取っておきたいけどな。まあ、とりあえず行こう。まあいわゆるねアヘ編が組めないんで自分のデッキだと。西田君、あ西田君ファーストの上には弱えな。足が速いのか。第3球を投げました。これはもう地道に打っていきましょう。お、岩井くん、岩井くんは一発がいけるよ。さすがだね。お、いいねいいねいいね。試合の流れがスムーズだ。 DDD は乗っていけるんだよホームランに。おお、いいね。2安打しか打たれてない。これはなんかそれなりの経験点期待できるんじゃん。うんうんうん。もう大丈夫だよね。そういえば評価足りてなかったら最悪だからな。ここはどうせ守備練やってもね足りないんで、であとはパワージュース使わないといけないんで、パワージュース使って、これはね変換はさすがにできないんで、もう絶対取れなくなるんで強心臓が。これでいこう。精神がマジで足りん。てかやっぱりねアフロイカリめちゃくちゃコツくるよな。おお 12%、 これはやるべきでしょう。もう 12% だけどアイテム使ったもんね。だってもうさあ行くぜ。てか変化球使えるだけ使っとこう。102か。変化球はね別に直に変化球が減るわけじゃないんで、奪三振で30か。三振取っておきたいからで40減るからね、なるべくね怪我した時のために40以下にはしておきたいけど、特にないね。玉持ちとかちょっと重いんで取れないし。いけ、おーいいね。どうしようかな。あとはちょっと精神だけで練習して終わりにするか、1回寝て練習するか悩みどころだね。147で何か取れる？シュートとか全然取れねえわ。コントロールコツが来てないのかな、ちょっと悩ましいね。あと伸びか、伸びももらえてないのか。いやー黒金ねマジ強い。わ俺か、俺が一番勝負かなこのチームでマジで。矢部くんもね強いからね。もう矢部くんもねもうチャンス×とか関係ねえし。餅もねめちゃ強いからね。
黒金一本打ってダメ押していきたいところ。きたー、いったー。いやー、さすがだ。黒金8対0とか。サクッと進むね。まさにサクッとだよね。カオルちゃん、カオルちゃん、カオルちゃん来てくれないか。あー、メンタルで13上がんのか。メンタルでどれだけ回復するんだ。15、あと自然回復分があるから。で、北斗もね、別に変化球、そんなすごい変化球持ってるわけじゃないんで、まあ、わりかしここも勝ちやすいっすよね。自分で打てばの話だけど。これでシュートいけるっしょ。で、一応333か。これもしかしたら投手、更新できるんじゃないか。黒金の投手は、なかなかいいかもな。まあ、センス×でセンス×を潰せたっていうのが大きいかね。あとイベントも、ちょっと待って、西田君も弱い。横の変化球もね、こいつカットボールなんで振り遅れたけど、基本的にはこう直線系の。おお、スライディングされた。おお振り遅れてんな。これは見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。打った、これは強烈。いや、さすがだね、岩井君。黒金、大沢君。ワンアウトランナー二塁という場面で大沢。絶好調だからな。投げました。打った。これも。センター後方。バンバン。ヒットになった。なかなかいい感じのバッチ。こいつだよ、マジで。問題児。マジ問題児だよ。初球空振り。タイミング合いません。電話が来ちゃった今。申し訳ない。ちょっと一旦保留をさせていただきます保留って別に動画は保留しないけど、後でかけ直せばいいだけだから。矢部くん、矢部くんマジ強い。あはははは。まあでも1点っていう。西田くんだな、ちょっと弱いのが。あれってかさ、ちょっと振り遅れたか。オッケーオッケーオッケー。で、最後の練習、これね、コントロール来てくれればな、すげえいいんだけどな。3でもいいからコントロール掴みたい。コツ、スタミナ、スバルとクオン、どっちこれそもそもまず 10% っていうね、あれを乗り越えないといけないんだよね。スタミナは B かな。どうかな。まあ伸びが来る可能性もあるんだけど、ドスドスドスと。スタミナ1か。さあコントロールいいね。アンドロメダ大西、アンドロメダ大西はさすがに打つのきついんだよね。でここでね、ボコスかボコスか打たれてもちょっと嫌なんで、コントロール上げられるだけ上げてこう。 C、 うーん、まあエピローグ経験点があるからな。コントロール B のスタミナ B かね。そうするとやっぱり精神だな、きついのが。強心臓か、強心臓が足りねえ。スタミナは B にしてコントロールは C か。そうすると強心臓は欲しいからね、せっかく金徳あるんで。エピローグ経験点と試合の経験点で大丈夫だよな。ちょっとやたら筋力が余ってるけど、ちょっと精神が足りなくなったら怖いんで、休息はこのままでいきましょう。ちょっとこの編成はあれですね、精神がめっちゃ使いますね。まあ、復活とか強心臓とか、もともと精神を使う筋トレが多いんで。おい3点
さあ同点のチャンスを迎えました。頼むぞ。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で、フラフォーク。第一打席はセカンドフライに倒れています。投げました。打った強い当たり。このままね進んでくれるといいんだけど。いいね、早いね。まあ3失点したけど、それなりにはねもらえると思うんだよね。うん、56、まあまあまあいいでしょう。全然試合がサクサク進んでいく分にはいいんで。で、あとはドライチは厳しいかな。ドラフト2とかでいけるかな。ドラ1はない。あ、ドラ3か。スカウト評価が全く上がってなかったね。まあまあまあいいでしょう。先発ゆかり様、行ってしまわれるのか。俺はいつまで犬って呼ばれ続けるんだろう。これどんくらい？これちなみにさ、甲子園優勝とかした方が経験点に換算されるのって多い気がするんですけど、そういうもんすかね。あ、6000超えた。いいね。いや、黒金投手で6200は経験点的にも最高だな。過去最高っすね。これはなかなかいい感じのものができるんじゃないか。やたら筋力が余ってるけど。で、まずもうこれ強心臓は絶対取りたいんで、で金徳は一応抑えてあるよね。金徳は抑えました。ちょっと伸び取っちゃっていいかな。であと変化球、変化球はまあこれやっぱりダークネビラだよね。ダークネビラをちょっと伸ばしたいのと、変化球ポイントを使う特殊能力、低めを取っておく。ジャイロボールとかいいかもしれないね。ジャイロボール直撮りするか、筋力あるし。で伸びって、あ、精神使うのか。ちょっと待って、そうすると球速だな。もうこれコントロールは C で止めるしかないよね。150は超えたか。151、伸びってどうなの。あー、伸び20までにするか。150超えてるし、球速で。そうすると技術が完全になくなるか。伸び20丸にするか、球速を上げるか。球速が3は上げられないか。3は上げられないけど、こういうのってどっちがいいんだろうね。伸び上げる。それとやっぱ筋力余りになるんだよね、結局。あとね、弾道とかね、実は上げておきたいんだけど、技術が足りない。スタミナ、能力的にはでもまあこれがいいのかな。経験点ちょっともったいないところはありますけれども、これはでも S4 俺 S3 作ったことないんだけど、いきなり S4 になったな。今回はめちゃくちゃ良かったっすね。ということで先発更新できましたね。まあコントロールがね B で、もうちょっとスタミナ A とかには持っていきたかったんですけれども、まあ査定的には S4 あるんで、まあ、今回はかなりいいサクセスになったと思います。これはいいな。黒金商業の投手は結構いいことが分かったんで、まあもうちょっとデッキとかが揃ってくればまたかなり強い選手が作れると思いますので、また頑張ってやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。で、今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのをちょっとね、あのパスポートを見て確認してみました。で、そうするとこんな感じになってましたね。